はい、どうも、哲学徒です。今回はですね、3月30日のアップデートに合わせて、英雄の旅と、あとね、探索モードでの報酬っていうのが増えましたので、ちょっとそのね、内容見ていこうかなと思います。英雄の旅、チャプター5が追加という感じで、そうですね、ヘルナナのドレッドリバーでハフグルを倒す。これはなんか新しく追加されたボスですかね。あと、ヘリクワリ関連だったりとか、あと、パラゴンレベルを60上げる。まあ、前回120だったんでね、比較的、良心的かなと思います。使おう5万使う。報酬クエストを120クリアする。まあ、怪物にまつわる書物を20ページ解読する。おー、これ追加されてるけどな。これ多分あれでしょうね。新しいページを解放しなくてもいいんじゃないかなと思いますんで、まあ、それほど大変じゃないかなと思いますね。あと、古文書からデイリーアクティビティの宝箱を36回上げる。まあ、12日間あればできるという感じですかね。シャドウ策略またはイモータル目標を、15個完了させる。モンスターの連続キル150を達成する。まあ、これもね、しっかりやってればできるかなと思いますね。あと、呪われ死闘を1回浄化また確保する。呪いの装備のアイテムを3個装備するということで、まあ、これは新しくね、このアップデートで追加されたアイテムになるので、まあ、ちょっとその収集の方もやってみようかなと思います。あと、チャレンジリフトの225をクリアするというのが5章の内容ですね。はい、6章は、チャレンジリフト240、ダンジョンのヘル8で、ドレッドリバーのハッグルを倒す、ダンジョン。2位の L8 ダンジョンで4分以内に完了する、ヘリクワリ、ぬくもいぐらいのファングウルスをヘル7で倒す、お骨部をヘル8で倒す、ヘリクラルボスをヘル8で3分以内に倒す。で、パラゴンを60上げる。使おう6万使う。報酬クエスト120個完了。怪物にまつわる書物20ページ。デイリーアクティビティ36個。15個で、呪いの装備を、6個装備するというかことなんで、まあ、6箇所つけなきゃいけないので結構大変かなとは思いますが、まあ、比較的難易度はね、前回の英雄の旅のチャプター6に比べれば楽になっていて、で、こちらの、バウンダリーウォーカーのポータルですか、もう入手できるということですので、ぜひね、また英雄の旅の方も挑戦してみてほしいなと。で、探索の方なんですけど、まあ私もすでに結構 100% になってるところも多いんですけど、なんか報酬の宝箱の方ね、もらえるようになってて、まあ、各探索率に応じて、紋石がもらえると。ありがたいですね。50、70、100% でもらえるって感じですかね。はい。なので、まあ、すでにもう探索率上げてる方も、まあ、これから上げていくよっていう方もね、ぜひこの、レジェモンのね、レアモンの取得目指してやってみてほしいなと思います。結構ありがたいですね、これも。まあ、私はまだストームポイントとかあんまり埋めてないので、ここら辺をまた埋めていこうかなと思ってます。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学徒でした。